トルココーヒーの入れ方パレスティナでのコーヒータイムトルココーヒーはコーヒーの入れ方の一種。自ら煮立てて上積みだけを飲む方法である。2013年にユネスコの無形文化遺産にトルココーヒーの文化と伝統が登録された。約450年前、オスマン帝国内のイエメント落ち者、オズデミルパシャによりコーヒー豆が皇帝に献上された。まず、 イスタンブールのタフタカレ地区でコーヒーが飲まれるようになり、その後ヨーロッパに広まる。現在でもこの伝統的なコーヒーの引用法は中東、北、アフリカバルカン諸国で共通している。ギリシアとキプロスのギリシア人の間ではギリシアコーヒー、またはビサンティンコーヒー、アラブ人の間ではカフアラビーやアルメニア人の共同体ではアルメニアコーヒーと称される。 飲み終わった後のカップにソーサーをかぶせてひっくり返し、カップの底に残った粉の状態によって飲んだものの、運勢を占う、コーヒー占いがある。トルコには他人に親切にせよという意味で、一杯のコーヒーにも40年の思い出ということわざがある。トルコ語で4二はかなり大きな数という意味があり、40年の思い出とは長年の思い出ということになる。つまり、 他人に一杯のコーヒーをご馳走するだけで、その親切を何かにつけて思い出してもらえるものだ、という教えになる。ありがとうございます。